さて、さて、ここか。はいはい、ちょ久しぶりだね、オデット先輩。消えないね。どうやら徹夜明けの幻じゃなさそうだ。正真正銘本物だよ。相変わらず元気そうで何よりだ。そっちもね、用があって来たんだろう。入りな。あ、失礼するよ。やはり笑われたか。あんたとは学院にいた頃からの腐れ縁みたいな関係だし、観察していてとても楽しい、そういう後輩だったわけだが、いや、女関係で失敗するとは思ったが、まさか王女とそうなって追放とは。私の予想の斜め上を行くね。やっぱりあんたは面白いよ。殿下の名誉のために言うけど、あくまでも事実無根だよ。あ、はいはい、そうだったね。王女もテレーズって子もただの生徒、そう言いたいんだろう。まったく、話を聞いただけの私がわかることに、なんであんたは気づかないんだか。ん？で、私を笑わせに来たのかい？だとしたら首相だって褒めてやるよ。褒められるのは別の時にするよ。今日は聞きたいことがあって来たんだ。変国の書知っているかい？
また物騒な名前が出てきたね。古代の儀式について書かれている本だ。私も読んだことはないがね。ああ、そこまでは知っている。もっと具体的なことを教えてほしい。私もそれほど詳しくはないが、死に関する魔法が載っているとか。死？ああ、ただどれほどのものなのか、抽象的すぎて何とも言えないのね。そうか。まったく。おや。よし。はあ。まったく。よし。わかった。あ。いや。
クジャクラの。よろしくね。どこ見てるんだ。集中していこう。ここから、また一つ強くなる。感謝する。まさか、なんだって。いや、の、くっ。何者だ。通りすがりの学者とでもさせてもらおう。魔法による血の結晶か。これは君の仕業だ。この魔法陣に使用されている文字、これはホルンブルグの古代文字だ。ほう。王家が断絶し失われた文字だ。一介の学者が知り得るものではない。優れた学者であるはずの君がなぜこんな真似をした。おう、その博識ぶり、貴様もただものではないな。そちらの檻にいる人たちはまだ無事なのだろう。悪いことは言わない。彼らを解放したまえ。何を言い出すかと思えば、はい、そうですかと言うとる。
それよりもここを見られたからには生きて返すわけにはいかないな。貴様の血も抜いて結晶の材料にしてやろう。負けるわけにはいかない。さあ、はい、よろしくね。集中していこう。さて、探らせてもらうよ。行くぞ。ここからが本番だ。よっ！なかなか考えがいがある。炎よ、燃えろ。さあ、はい、はい、よろしくね。さて、本気を出そうか。火炎よ、焼き尽くせ。獅子の覚悟はいいか。どこ見てるんだ。災いを払え。覚悟はいい。お横一文字切り。
キャッ。さて、探らせてもらう。ここからが本番だ。どこ見てるんだ。さて、どうしよう。傷を癒したまえ。さあ、どうだ。光よ、ここに。行くよ。クジャクの名。さあ、どうぞ。毒攻撃。そうだ。ここだ。なかなか考えがいがある。傷を癒したまえ。さて、本気を出そうか。傷を癒したまえ。さあ、ここは。覚悟はいいか。さて、本気を出そうか。本気を出そうか。せい。ここくっ。さあ、覚悟はいいか。十文字切れ。獅子。行く。さあ、覚悟はいい。十文字切り。
これでどうか。これは行くぞ。さてどうしようか。よっ、よし。まさか。おや、大丈夫かい？あの。さて、ん？実は。なんだって？そして。なあ。わかった。オンに切る。これは。ん？
そうだね。なあ。ああ。もう行くのかい？ああ、いろいろと世話になった。ありがとう。何言ってるんだい。世話になったのはこっちさ。気をつけなよ、サイラス。あんた、思った以上にヤバいことに首を突っ込んでるかもしれないよ。分かっているつもりだ。本当か？その謎があったら首を突っ込む性格を直してから言いな。それは一生直らないだろうね。うまく付き合って生きていくしかないな。天国の書が盗まれたのは15年前くらいって言っていたね。ああ、それが？実はね、15年前当時の学長が何者かに殺されたのさ。変国の書に関係がある？そこまではわからないさ。ただ当時それなりに混乱してね。そのどさくさで盗まれたのなら関係があるかもしれない。うん、貴重な意見ありがとう。覚えておくよ。本当に気をつけるんだよ。ああ、一段落したら報告に来る。約束するよ。ああ、待って。サイラス。